浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2023年8月25日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン9へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。霧竹門富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。聞こえます？あれ、スズムシですかね。今日は、今日というか、ずっと猛暑が続いていて、久しぶりに、まあ、ちょっと曇ってて、風も吹いて、まあ、今までの中では、結構、一日でした。そして気がつけば秋の気配です。この間ですね、東京で仕事があって、それは国立とか新国立劇場とか文楽劇場で募集している研修生の集まりがあったんですよ。で、その帰りに、まあ帰りというか翌日に新幹線で大阪に帰ったんですけど、もう7時を回ったらすっごく暗いんですよ。なんか秋の鶴瓶落としってあるけど、もうすでに猛暑は続いてるけれど、秋が近づいてるんだなとその時感じました。まあ考えてみたら、もう8月の中旬を超えてるのでね、本当に9月10月11月12月、ね、今年も本当に気がついたら終わっちゃうのかなと思います。あ、雨が降ってきた。聞こえます？ちょっと失敗談をお話したいと思います。久しぶりに、友達に会ったんですけど、まあ一緒にご飯食べようよっていうことで、お店に行ったんですが、そこはね、まあ土足厳禁で、玄関で靴を脱いだんですよ。で、まあ靴を脱いで下駄箱に入れようとした時に、ちょっと僕かがんだと思うんですけど、そしたらなんかビリビリっていうね、音がしたんですよ。なんだろうなってその時は思ったんですけど、まあ気にせずに
まあ座席について座ってたんですけど、なぜか股の間がスースーするんです。あれとか思って、そしたらズボンのちょうど右側の股から下の方の糸が20センチか25センチくらい裂けてたんです。はい、だから風がスースーそこから入ってきて、で、まあ、角度的にはまあ人様には見えないんですけど、これ以上糸が裂けてしまったら、まあご想像にお任せします。はい、とってもすごい状態になってしまうので、なるべくその後は動かないようにして、はい、糸がそれ以上広がらないように、そしてバレないように努めてました。ほんで最終的にはそれ以上広がることはなく、はい、なんとか自宅までたどり着けてほっとしました。久しぶりに履いたズボンだったので、おそらく糸が劣化してたんだと思います。ですから皆さんね、タンスの中にしまっておいた服とかね、着るときはちょっとチェックして、本当に久しぶりに着る服とか何年も着てない服とかちゃんとチェックした方がいいと思いますよ。雨がねしとしと降ってますが、本当はもっとねザーッと降ってほしいんですよ。これ水まきしなくていいレベルの雨ではないです。はいね、雨音の中で虫がさっきからずっと鳴いてますね。はい、こうやってだんだんと秋になっていくんですよね。でもね、なんか最近秋ってなんか短いですよね。だから夏が残暑が厳しくて伸びてしまって、そしてあっという間に秋が過ぎて冬になってしまうね。これから日本の四季は一体どうなっていくのでしょうか。はい、今ねメダカを飼ってるというか、ベランダに大きなね、その何タンクっていうのかな、かなり大きなね、こうね、水槽じゃないな、置いてるんですけど、まあ水を溜めてて、で雨水を溜めて、で溜まったらプランターにの植物にそこから水をあげるっていうつもりで水を溜めてたんですけど、ボフラが湧くんですよ。ということは蚊が出てくるので、その対策としてメダカを買いました。で最初買った時ね15匹ぐらいだったのが、一気にね10匹ぐらいに減っちゃったんですよ。うん、で、あ、やっぱり環境に合わないのかなとかって思ってたんですけど、
気がついたらね、稚魚、ちっちゃなねメダカがたくさんいるんですよ。ね、はあ、すっごい嬉しくて、うん、で、まあ、お水をね1日前から軽く抜きをして、んで、そのそこからまあ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 、あの水をバーッとやった後にその水をバーッと入れてするんですけどね、メダカがね驚いてグワーッと出てくるんですよ。で今はねもう20匹以上もっといるんじゃないかな、本当に増えました。うん、ありがたいことです。でインスタグラムにも載せたんですけど、その時にメダカという詩を書きましたので、そのメダカという詩を朗読して本日のぷかぷか終わりたいと思います。あ、雨がだいぶ激しくなってきた。ちょっと待ってな、いつものようにすぐに見つかりません。ほら、あ、でもね、あ、メダカの前にね、すっごい短い詩なんですけど、空っていうのも最近書いたんですよ。空と口に出して叫んで、雲と口に出して叫んで、忘れたいこと、悔しいこと、辛く悲しいこと、この空に飛ばそう。声を出して思い切り、つま先立ちして空に近づくよ。手を伸ばして雲を掴む。心が空枝に染まるひととき。ほんで、ちょっと出てけへんな。どこや。どこですか。あった。メダカあった。はい。メダカです。メダカ。メダカを飼っています。暑い夏です。メダカも暑いと思います。朝起きて眠気まなこでベランダの水槽に行きます。メダカが少しでも暑くならないように傘をさして日差しを遮ってます。はじめは知らんぷりだったメダカも、僕が顔を覗かすと水面の上に上がってきます。本能ですか、お腹が空いてるのかな。逃げてるようで待ってる感じ。餌をまくと嬉しそうにパクついて踊っているみたいです。暑いです。世界中が暑くてたまりません。僕に何かできることがあるのかやっぱりわかりません。僕はバケツに水道水を入れてしばらく軽く抜きをして水槽に一気に入れます。驚くメダカ、でもなんだか嬉しそう。僕はメダカが少しでも過ごしやすくなれたらいいなと思います。目の前にある現実に素直に向き合って何をしてあげたらいいのか、すごく単純だけど難しくて、でも明日もおはようってメダカに挨拶して餌をあげるんです。あ、雨が強くなってきた。
日本はまだ暑いんでしょうかね。今年は台風の被害もあったりとか、いろいろ大変なことになっている。そして暑さもこのくらい続くともううんざりですよね。まあ、残暑お見舞い申し上げますとまだ言っていいのでしょうか。8月の終わりですけれども、私が今おりますニューヨークはだいぶ涼しくなってまいりました。しかし涼しくなれば涼しくなったで、なんとなく、あ、夏の終わりだ、どうしようみたいな感じになるわけなんですけれども、そうですね、ここのところ、まあ、ちょっとした、きっかけでデザインですね、フライヤーのデザインというのをちょっとやってみたりしているんですけれども、難しいですね。なんちゃってデザインみたいなやつは、まあ、今までもホームページを作るとか、そういうので、なんとなく、やったりはしてたんですけど、もちろん勉強したことはなくて、いや、フォントっていうのが、フォントじゃないですよ、フォントっていうのが本当にすごい奥深いですね。あれはやっぱり森のようなところですね。もう数が数えられないぐらいなフォントがありますし、それを一体どういう大きさでどういうところに配置したらいいのかとか、あといろいろな色彩のこともありますし、何をどこにレイアウトするのかなんて、もう本当に、まあ、もちろんそれはそういう専門の勉強方法とかがあるんでしょうけれども、でもちょっとかじってみただけでも、そのデザイナーさんという方々がどんなに、非常にクリエイティブな仕事をされてるんだなということがよく分かりました。で、難しいんですけれども、やっぱり面白いですね。やったことがないことっていうのをちょっと調べたりしてやると、いろいろと発見があって、それはそれでこう脳細胞の今まで使ってなかったところを刺激されるような、なんかそんな感じなんですけれども、皆様は今この瞬間に何か新しいことをやってみたいっていうふうになったら、一体何をやってみたいでしょうか。ちょっと考えてみてください。どうでしょう。浮かびました？そうですね。私やってみたいこと、ちょっと思いつきで今、そうですね。じゃあ、これからこうなんかエクササイズですけれども、5つ挙げてみます。なんか面白いのが出てくるかな。突然ですけど、そうですね、キックボクシングとかやってみたいですね。なんか全然できそうにないんですけれども、また全くの思いつきです。やったことはないです。そうですね。2つ目、そうだな、やってみたいこと、コスプレやってみたいです。どういうコスプレがやりたいかというと、OL さんのコスプレとかやってみたいです。こうやって私今カフェの店主をしてますけれども、会社に勤めたことっていうのがあんまりないというか、ほとんどないんですね。アルバイトでちょっと行ったことがありましたけれども、いわゆる企業というところに。でもその時もアルバイトさんだったんで、とんでもない格好で行ってました。今思うと結構東京のど真ん中のオフィスビル街だったんですけれども、私だけがなんか短パン T シャツみたいな感じで行ってて、他の方々は皆さんスーツでピシッと決めていらっしゃいました。そうですね、オフィスレディのコスプレがしたい。そういった職業のコスプレをしてみたいですね。いろんな職業の、そしてなんか職業、それでその3番目やってみたいの、職業入門みたいなのやってみたいですね。全然今までやったことのない職業を体験するみたいな、やってみたいですね。もう全然できないと思います、多分。でもそのなんかできなさ加減とか、そういうのが結構面白いんじゃないかなと思うので、やってみたいです。今3つありましたね。そして4つ目、何やってみたいかな。そうですね、畑仕事かな。なんか最近土に全然触ってないですね。あんまり本当に本当に触ってないですね。もちろんこう地面が
ないっていうこともあるんですけれども、あの地面が露出しているところがやっぱり都市部は少ない。今日も先ほどマンハッタンの方にちょっと出かけてきたんですけれども、犬を散歩している方が結構それでもいらして、なんかここに住んでる犬たちはあんまり楽しくないんじゃないかなと思いました。何しろあのちょっとこう、お散歩に出ておしっこを引っ掛けるなんていうのでもコンクリートなんですよね。全部コンクリートで、なかなか地面が露出しているところが少ないと。そういうわけで、人間もやっぱりそうですね、なんとなくこうせめて地面の上に土の上に立ちたいじゃないですか。なので、立つだけではなくてやっぱりこうなんか土に触ってみたいなという感じで、なんかそういう土を触るようなことをやってみたいなと思いました。これで4つ目。さて5つ目は何にしようかな。パッと思いついたやつね。どうですか、思いつきました？ちょっと私も考えますから考えてみてください。なんかやりたいことありますか？そうですね、なんか突拍子もないことをやってみたい。で、運動はあったし畑仕事もあったし、それからコスプレ、それから、職業体験ということで、5つ目はそうですね、あの夏の終わりということでちょっと潜水とかしてみたいですね。あのこうボンベを背負って泳いで海に潜るやつやりたいですね。これもあのそうだな、10年前ぐらいでしょうかね、やったことが2回ぐらいあるんですけれども、皆さんやったことありますか？スクーバダイビングというやつですね。怖かったですね、やっぱりあのもちろんこう器具を背負っていくわけですけれども、だから酸素は出てくるんだけれども、もし何かがあったらこれどうするんだろうって思いながら、また初心者でしたし、こうインストラクターに教えてもらいながら行ったわけなんですけれども、しかし海の中っていうのはすごいですね。本当にあの見たこともないっていうか、この地上にいる我々、あのいつもあの浮かぶカフェでは地上と空中っていうのが大体メタファーになってるんですけれども、空中もすごいけど海の底もすごいですね。で、地上で大体まあこのぐらいで大体こんな人間がいて動物がいて建物があって木があってとか思ってるのとはもう全く違う、その想像を100倍1000倍1万倍ぐらい超えたぐらいのことが海の中にはまだ眠ってるんじゃないでしょうか。その本当にちょっとだけですけれども、スキューバダイビングとかするとそれが見えてきて、そっか私も小さいなというか、人間もそうか、こういうところから海から昔上がってきたのかなとか思ったり、あとは何ですか、静かですね、やっぱり海の底とかっていうのは。そして光があんまり届かなかったりして、そういうのをまたちょっとこう体験してみたいですね。なんか忘れちゃうんですよね、そういう体験って。一回すごく印象的な体験で、まあそれからしばらくはそうだなとか思って、なんかあの身に染みて、そうだよな、やっぱり地球はでっかいし宇宙もでっかいよなとか思ってるんですけれども、またなんか忘れちゃうんですよね。なのでまた忘れた頃にこうそういうところにこうなんていうか、もう本当に命のギリギリみたいな感じの体験にはなるわけなんですけれども、そういうところでこう他の世界、他の生き物、他の環境というのがあるということを体験すると、そうだったよなってこうなんかあの頭で考えるというより身に染みてまさに体験するという、そんな感じになるので、なんかそれをやってみたいなと思います。単なる思いつきなので、多分2時間後ぐらいに聞かれたら全く違うことを答えると思いますし、おそらく皆様もそうだったりするんじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。でもやりたいなと思ったことはやるチャンスがあったらやったらいいんじゃないかと思います。多分
こう今自分がやってることとちょっと違うことの方が面白そうですね。なのでこんなことをやってくださいというふうに、そういうリクエストもお待ちしております。自分の想像力を超えたところから、斜め上、その斜め上ぐらいから来るようなチャレンジが面白いのかなって思ったり、あ、なんか今日は随分饒舌でしたねそんなことを考えている。さっき半額のピザを食べてきた、そんな夏の終わりの夜です。今日はカフェに現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストは、 E メールアドレス ukabucafe@gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文章、その他何でもお題をお送りください。ヤンさんが歌にしてくれるというコーナーです。お題が届くとヤンさんが戻ってきてくれるかもしれないので、ぜひお送りください。そして隠れた秘密のコーナー、一回だけ過去に放送したんですけれども、ビーバー先輩英会話の森という秘密のコーナーがあります。これは英会話に関する疑問質問、何でも構いません、送ってください、お悩み事など。そうするとビーバー先輩が答えてくれるというコーナーです。ビーバー先輩も多分森の奥で待ってると思いますので、ぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。